ぷくぷくマリンレイディオ。こんにちぷくぷく。今回も始まりました頭のおかしいラジオ番組。パーソナリティは世界で名を知る者は選ばれし人のみ、話題沸騰中の謎の美少女 VTuber せつさかなです。前回はちょっとお茶目なせつさかなをお送りしましたけど、弾いてないですよね。弾かないでね。だいぶ前から間が空いてしまいましたが、同じ感じでやっていきますよ。今回はすごい不思議な体験をした話。僕には出かけてる時とかによくあることなんだけど、ふと、あれ？僕はなんで手に力を入れて握ってるんだろう？さっきまでスマホは手に持ってたけど、今は持ってなかった気がするし、っていう考えが頭によぎるんですよ。本当は手にスマホ持っているんですが、手を見て確認することもなく力を緩めてしまい、案の定そのままスマホを落とすってことはしょっちゅうあります。なかなかに弱め。こういうこと皆さんもありません？え、ない。ああ、そう。そんな感じの不思議な話が最近またあって、ある日ご飯を食べている途中、気づくと僕はほっぺに手を当てていたんだけど、ふとなんで僕は頬に手を当てているんだろうっていう疑問が頭によぎりました。自分のしたことだけどね。なぜわからないのかはさておき、別に頬杖をついているわけでもなく、ぶりっ子をするかのように片頬だけに手を当てている自分、よくわかんねえなーと思いながら手を動かしてご飯を再開しました。ところで最近のせつ魚は乾燥による肌荒れに悩んでいるんですが、数秒後ほっぺがなんとなく痒くなってきたので、ポリポリと無意識に書いてて、あ、いけない、肌が荒れてしまうと、とっさに片手を頬に当て書くのを防ぎます。まさに頬杖をつくような形で。そしてやっと先ほどの謎に気づくのです。あ、痒かったからほっぺに手があったのかと、謎が解けてスッキリすると同時に、それを忘れて疑問に思う自分に、こいつやべえと思いました。認知症とは別の何か、例えば宇宙人に頭をいじられているとか。ギャー、怖ーい。って魚を食べると頭が良くなるけど、魚は別に頭が良くないみたいだ。へき。突然始まるお菓子やスイーツを紹介する甘党同盟魚支部のコーナーです。せつ魚は一押しの商品を教えたり、お気に入りのレシピを紹介したり、小腹が空いた君の手助けになること間違いなしのコーナーです。今日おすすめするお菓子はふ菓子。駄菓子屋が減った現代では食べたことない人も多いのではないでしょうか。そもそも売ってない店が多すぎる。名前の通りふを使った細長いお菓子で、外側の焦げ茶色は黒糖を染み込ませているからです。砂糖が固まっていて、外側はカリッと、そして内側はふの食感そのままにふわっとする不思議なお菓子。せっちゃんの大好物なのです。ちなみに静岡県では白砂糖でコーティングされたカラフルなふ菓子も売られているようです。でも僕はそれをふ菓子とは認めてやらんからな。食べたことある方もない方も、見つけた際はぜひ食べてみてくださいね。さてそろそろ締めの時間なのでお便りをと思ったけど、前回のラジオから一通も来てないので、ラジオ打ち切りの危機ですよ。皆さんよろしく頼みますよ。マジでお便りフォームが概要欄にあるので、今すぐチェックチェックだぜ。何を送ったらいいかわからないというリスナーのために、今回お便りのお題を用意しました。お題はキャラへのこだわりです。アニメや漫画、 VTuber もですが、いろんな見た目、いろんな設定のキャラがいる中で、理由のない一般人のモッド愛が嫌いとか、ボイッシュな子がヒラヒラの服着てると幸せな気持ちになるとか、好きになるキャラいつも金髪引き感だとか、いろいろ思うことがあると思います。そのキャラクターについて思っていることやこだわり、性癖などをお聞きしたい。何でもお待ちしてます。もちろんお題に沿っていない適当なお便りでも OK。 せつ魚に聞いてほしいこと、話したいことも募集中です。お便りが採用されても何もないですけど、よければどしどし送ってね。一人何通でもいいけど、読める数には限りがあるからな。ということで終わりの時間。おつぷく、また次回があればお会いしましょう。さらばだ。